日本東京都板橋区稲荷台稲荷台は東京都板橋区の町名。定番の設定がない単独町名である。住居表示実施済み、板橋区の東部に位置する。北で清水町、東で北区上十条、南西で加賀、南で中宿、西で本町に隣接する。南辺を石寺川が流れ、北辺に東京都道318号環状7号線が通じている。 町域内は主に住宅地で、公立、私立学校が立地する。住宅地の地下は、2015年1月1日の工事地下によれば、稲荷台14から11の地点で34万5千円、平方メートルとなっている。加が小学校脇の稲荷台児童遊園から、稲荷が出てきたことによるとされる。その稲荷は現在、双葉町の根村氷川神社に移されていて、 秋祭りの際に稲荷台に戻される。日暮里山は新堀山で大田道館の家臣日暮里市の居城があったことに由来する。埋め立て以前の稲付用水を日暮里山に向けて渡る橋がかつてあり、新堀橋と呼ばれた。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 長域内に駅は設置されていないが、以下の路線、駅が利用可能である。ありがとうございます。